来たか。君たちのその表情、どうやら成し遂げたようだな。わあ、なんだか教練員の人がたくさんいるぞ。なんで待ち合わせ場所をこんなとこにしたんだ。そもそもウィカラ大将宿は教練員の管理下にある。教練員の者がここで働いているのは当たり前のことだ。俺がオルモス校に来たのも、表向きにはここの公務を処理するためだ。お前って本当に大胆なやつなんだな。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がないからな。それにここにマハマトラは来ない。では早速ドリーと会った時の状況を教えてくれ。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。今なら教練員がなくした缶詰知識のことを教えてくれるよな。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ。もちろん答えなくてもいいが。そうだぞ、こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。でもスメールに来てからだいぶ経っても方法がなかなか見つからなかったんだ。そしたら教練員がなくしたあるものが神と関係してるかもって聞いた。だから一か八かって思ったんだ。それなら君たちの方向性は間違っていない。この間教練員は砂漠である缶詰知識をなくした。なくしたのは神の缶詰知識。それを使えば神の知恵が手に入るそうだ。わあ、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら送信に合う方法もお前のお兄さんのこともわかるようになるんじゃないか。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑っている。だがそれは確かに存在していて、今はこのオルモス校のどこかにある。どこにあるんだ。それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なのか俺は興味があるし解明したいと思っている。もちろんオルモス校のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がとても貴重だというだけでなく、中身の知識は多くの力や富をもたらしてくれるかもしれないからな。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、最終的な勝者はまだ決まっていないらしい。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だからいろいろ試した末に俺はいくつかの旅団と簡単な契約を結んだ。俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会を与えてくれると彼らは約束した。まあそれを解明したって彼らに損はないからな。だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。例えばアフマルの目の人たち。彼らは神の缶詰知識にキング・デシェレトの力があると信じている。キング・デシェレトを世によみがえらせるためにそれを手に入れたいようだ。だから彼らは教練員の者がキング・デシェレトの精神を汚すことを決して許さない。あいつらがお前と協力してくれないから、この前お前は奴らとやりとりをしてたんだな。そうだ、アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るためにあらゆる卑怯な手段を使って金を集めているんだ。だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで俺に向き合って話をしてもらおうとしてる。神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、
物がこっそり勝者に渡される。各旅団は品物の安全を守るため、またマハマトラを警戒して、自分が神の缶詰知識を手に入れたことを宣伝はしない。もし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、彼らとの約束も果たせなくなる。情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。しかし君たちがいてくれたおかげで状況は好転した。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは、神の缶詰知識の行方を探すためか？うん、そう思ってくれていい。君たちにとってもデメリットは一つもない。あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する情報を買うんだ。もし情報がないと言われたら、もう2日待ってからまた行くといい。俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。これが報酬でどうだ。それではまた明後日に会おう。アルハイゼン、ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも缶詰知識を1個買ったんだけど、その使い方が全然わからないんだよな。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか？いいだろう、使い方を教えてあげるよ。だが教令院の人々の前でそんなことを教えるのは少し難しい。ここを出よう。ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ。片手剣の戦闘技術8。うん、実戦系の缶詰知識か。この手の知識はそうあるものじゃない。ほとんどはエルマイト旅団の人が戦闘力を高めるために使ってしまったからな。本当か？よかった、いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君がすでに強い実力の持ち主であれば、大きな進歩を遂げるのは難しいと思うが、そうだな、対象実験を行うのはどうだ。この缶詰知識の使用前と使用後にそれぞれ1回ずつ戦おう。俺はアーカーシャ端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから安心してくれ。おお、アルハイゼン、お前教令院で成績がとてもいいだろう。ちょっと気になったんだけど、缶詰知識を卒業に使いたい学生でもあるまいし、なんでマハマトラに狙われるリスクを負ってまでこれを扱おうとしてるんだ？学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。これは定理なんだ。なんだかごまかされたような気がするぞ。もういいだろ、テストを始めよう。いつも通り戦えばいい。
今君のアーカシャ端末に接続しデータを記録する。ではこの缶詰知識を使おう。これを手に持って君がこれと接続できるよう手伝う。そうすれば君はこの力を活性化できるようになる。ならもう一回戦いに行こうか。さっきみたいに平常心でやればいい。さっせっと紅に染まって散りなさい。そこ僕を称えよう。ではデータをもう一度記録する。アルハイゼン、どうだったんだ？君たちの買った缶詰知識は確かに彼女の戦闘能力を向上させたよ。2回目の戦闘時の戦闘機能データは1回目と比べて 0.073% アップしたな。待て、いくらだって？やっぱりあの悪徳商人、オイラたちを騙したんだな。これは100万どころか10万ものにも値しない気がするぞ。まあそもそも彼女が強い実力を持っていた場合、缶詰知識の内容ではこれ以上大きく成長させられないかもしれないさ。少なくとも今回のテストを通して俺は君たちのことをもっと知ることができた。君たちとの取引はお得かもしれないと思えたよ。俺は先に大正宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そうだ、これはドリーに情報を聞くための経費だ。彼女の提示した額を払えばいい。
こっちですわよ。お客様たち、またまた早くもお会いしましたわね。今回はどういったご用件で。缶詰知識であろうが何であろうが、ポケットにモラががっぽり入るならどんなものでも差し上げてみせますわよ。ドリーは、オイラたちが欲しいものなら何でも用意できるのか。あらあら、その言い方、缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。さすが、あなたたちのような気前のいいお客様は普通の缶詰知識なんてアウトオブ単純なのですのね。ただその情報は決して安くはないですな。何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ。それに情報を漏らしたのが私だと知られれば一人狙われますわ。でもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ。しかもなんでちょうどその情報を持ってるんだ。私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが商品なんですの。商売をするためにはお宝たちの状況を常に把握する必要があるのですわ。それに情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから、ごまかしは通用しませんわ。さすがお客様、毎度ありがとうございます。代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いてくださいまし。神の缶詰知識は昨日アフマルの目の棟梁であるミズリさんによって確保されましたわ。アフマルの目？あのキングデシレトを信奉するエルマイト旅団か？あら、お客様もよくご存知ですのね。アフマルの目は神の缶詰知識にキングデシェレトの力が宿っていると信じてますので、そのために全力を尽くしているのですわ。さすがは神の缶詰知識。今まで見たことのないような真っ赤な輝きを放っていましてよ。私が撮った写真にも神の缶詰知識がはっきりと写っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいんですの。お二人のように知識の豊富なお客様がいてくださるなんて、昨日の苦労は無駄ではなかったんですのね。今後も何かあればいつでもお越しくださいまし。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。まさか本当にアフマルの目の手に渡っちゃうなんてな。早くアルハイゼンのところに戻ろうぜ。そうか、どうだった。ドリーから取引の証拠をもらったんだ、見ろ。ほう、はっきり取れているな。エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけでなく、至近距離に姿を隠すとは大した度胸だ。この上に写っているのがアフマルの目の団長ミズリだ。彼の持っている独特な赤の缶詰知識は神の缶詰知識である可能性が高い。こうなると来週彼らとの武力対談で強制的に登場してもらうしかない。アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発するのか最初は理解できなかったけど、今ではすっかり優位に立ったな。あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。神の缶詰知識を貸してもらえるぞ。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間俺も準備してくる。ではお先に失礼する。
アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。あ、来たぞ。待たせたな。ファロス灯台の前の桟橋に行くぞ。おう、行くぞ。アルハイゼン、まさかイカレ野郎がまた現れるとはな。この対談は俺から要求したものだ。君たちが約束を守ってくれるかどうか心配だったが、信用できるようだな。かなり盛大に迎えてもらっているようだが、俺の方も助っ人を連れてきた。文句はないな。助っ人？店にいたガキじゃねえか。このイカレ野郎に助けられたからって恩返しのつもりか？ふん、いい度胸だ。そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。野郎ども、かかれ！あいつら突っ込んでくるぞ。二人とも気をつけろ。判決を下す。依頼されたからは最善を尽くそう。おいよ、絹のような弱さね。くそ、キョレインの野郎。ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった、これで。ボス、との接続を切るぞ。目標発見、捕らえろ。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさか、ただ救助しているだけだ。連れて行け。神の缶詰知識を使ったらしい。ああなったのは神の
知識による影響ってことか。それって世界樹の知識を得るとき、学者たちは神の知識に触れて発狂するって話のことか。俺の知る限りでもサティア・アバライフの学者が発狂した例はかなり多い。あいつらの様子は同じような状況に見える。どうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。だが本当に噂通りこれを所有して神の知恵や力が得られるものだろうか。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって一体どういう意味なんだ。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も教練員に持ってかれるよな。こんなに近くまで来てたのに残念だぜ。でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて思わなかったぞ。むやみに試したりしてたらオイラたちもああなってたかも。こうなるともうオルモス校にとどまる理由はない。俺たちの協力関係もこれで終わりだ。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中でお前に聞いてなかったんだけど、お前って教練員の人間なんだろ。クラクサナリデビに会う方法を知らないか。実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在で、普段はその存在すら感じられないんだ。しかも教練員には神の知恵を象徴するアーカー社が存在する。学者たちには自ら神との接触を図ろうとする理由がない。そうなのか。クラクサナリデビって神秘的なやつなんだな。俺は教練員に戻るつもりだ。君たちはどうする。もうすぐ過信短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。じゃあな。さてこれを先に処理するべきか、それとも上へのレポートを書くべきか。